はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、ヨシカさんからご依頼です。はい、コンテンツを一つですね。昨日申し訳ございません。ちょっと時間が、はい、昨日はずっとこう、開封梱包、開封ね、あとカード整理で梱包をずっと、結局、まあ途中ね、電話の対応があったりとか、あの発送のね時間があったりとかありましたが、まあ7時間ぐらいずっとやってたんですけど、7時間じゃないか、8時間半ぐらいねずっとやってたんですけど、間に合わなかったです。申し訳ないです。はい、申し訳ございません。で、今日開封して明日着でね手配いたします。ちょっと受注、まあいろんなものが重なってしまってね、いやはい、ということでいきます。よいしょ。はい、よろしくお願いします。うん、インサートだ。これなかなか出ないですよ。お、スティーブ・ナッシュいるんだ。レジェンダリー。なんかインサートがねたまに出るんですけど、うん、必ずじゃないですよね。3パコ1ぐらいのイメージですね、店長今のところ。ジャレン・スミス、ひっくり返ってる。 DDM わかんないわかんない。ドムあ、デトモンか。はいドムって誰やねん。149ですね、140。はい、ということはもう一枚は多分ルーキーオートであろうと思います。ポール・ジョージ。2枚ともベテランはちょっとまだ見たことがないですけど。ね、どっちかは出ますよね。よいしょ。はい、アンドリュー。アンソニー・エドワーズ。ね。あと、パラレルですね。アーロン・ゴードン。75ですね。アーロン・ゴードンの75。これ文字が金でかっこいいですね。75尻のパラ。まあ大体片側3-1とパラレル1みたいな感じになってますね、これね。パトリック・ウィリアムス。オコング。鬼焼け。オコング。これだ。さあ誰でしょうか。フリン君。はい。まあまあ、時間をもらってましたね。はい、ラプターズ。さあ、ひっくり返して、今のところクラックアイスが2連チャンなんですよ。3連チャンお願いします。せーの。あ、通常か。はい。ということで、本カードですね。丁寧ですよね、彼ね。ちょっとこじんまりしてますけど、M フリンってちゃんと書いてますね。はい。彼もまあ、ポイントガード、ラプターズ。まあローリーね、パイセンとかいますけど、まあ安定感がっていうのがまだちょっと言われてますからね。はい、ウェストブルック。デニックですね。あとはパラレルがこれですね。はい、セスカリですね。フィラデルフィアですね。これ149。これは文字の中だけが光ってるんですね。なんかいろんなパターンがありますね。はい。じゃあ、ポーカー。はい。左店長で、右が吉川さんですね。で、3回いきます。1、2、11のワンペアですね。はい、店長。1、2、3。あ、2ペア来てしまいました。はい、申し訳ないです。
はい、じゃあこちらで梱包して明日着でね、手配します。時間指定とかないので、多分まあ普通に午前中配達、まあお昼前とかに行くのではないかと思われます。はい、ありがとうございました。